クエストで上位にランキングされている電動 RC カーバギーブームの火付け役、普及の名車10分の1バギーチャンプがついに復活です。1979年に初の本格オフロードモデルとしてデビューしたバギーチャンプ、補強用のジェラルミックプレートを装備した2ミリ厚メインフレームやダイキャスト製のサスアーム、クリアパーツのメカデッキなどシャーシ構成はオリジナルを忠実に再現。特徴的なフロントダブルトレーリングアームやトーションバー式リアサスペンションは当時のままです。さらに走行をさらに楽しくするためにフロントアップライトの強化、オイルナンパーの構造変更、 ESC 対応の改良を加え、またギアケースやサスアームのダイキャスト型を作り直しました。こちらの方ですね、 RC バギーブームで話題を呼んだ思い出はそのままに、シャーシやパーツの各部をリファインしたことで走行性能がアップした新生バギーチャンプをぜひ新製品展示コーナーでご確認ください。